てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよてめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな、俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな、しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。おお、誰だこれ。おれ、何者だ。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん、風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか、伊達さん、なんで俺を助けるような真似。四か、あんた丸棒に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。桐生、
俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその由美って女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。あまり無茶すんなよ。
そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？何？ああ。よ、出さんかい。セーフや。ドアホ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Thank you.
しい。横に移動します。よく次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で押します。横に移動します。よく狙ってください。どこを狙うかがポイント。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動します。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。繰り返しプレイすることで上達します。どこを狙うかがポイント。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横によく狙ってください。次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。横に移動。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。移動で動きます。よく狙ってください。移動します。うまく狙えましたか。
横によく狙ってください。次はどこを狙い、どうします。うまく狙えましたか。自動で動きます。また遊んでくださいね。ええ。